今回は身近なものを使って安全な接着剤を作っていきます。誰でも簡単に作れて化学反応を起こす音を聞くこともできます。動画後半で化学反応の仕組みも説明するのでご覧ください。用意するものはこちら。まずは500ワットで1分30秒温めた牛乳と酢を混ぜます。材料をよく混ぜてから3分間置きましょう。白いダマのような塊ができてきましたね。この白い塊にはカゼインが含まれています。続いてはボウルの上にペーパータオルをかぶせ、輪ゴムをかけて干し器を固定します。ペーパータオルの上に注ぎ、5分程度かけてしっかりこしましょう。続いて別の小さなボウルに水分を取った白い塊、水、重曹を入れよく混ぜます。耳を澄ませると泡が弾けるような音が聞こえます。これは重曹が化学反応を起こして二酸化炭素を発している音です。水を加えて適切な粘度に調節しましょう。筆などで接着したい面に塗ってお使いください。乾燥するとしっかり貼り付きます。陶磁器やガラスを接着する場合は2、3日ほどしっかり乾かしてください。ではなぜ牛乳が接着剤になるのでしょうか。牛乳の中にはカゼインというタンパク質が含まれています。カゼインは牛乳に含まれる乳タンパク質のおよそ8割を占めます。牛乳に酢を加えるとカゼインが集まって沈みます。カゼインは牛乳中では特にカルシウムと結合しており、水に溶けなくなります。カゼインミセルを形成することで分散して存在しています。牛乳に酸を加えると pH が下がり、カゼインが凝固して固まります。そして乳清と呼ばれる液体と分離することができたのです。これに重曹を加えることでカゼインはアルカリ性に変化し、水に溶けやすくなります。カゼイン分子同士が架橋し硬化して固体化します。これがカゼイン接着剤となるのです。このカゼイン接着剤は30年経っても接着強度がほぼ低下しない強力な固着力を持っています。第二次世界大戦以前は主に木材接着剤としても多く使われていましたが、合成樹脂が主流になってきたことで接着剤としての用途は少なくなってきたそうです。現在は瓶のラベル用接着剤として使われることもあるそうですよ。今回は牛乳で作る接着剤の作り方を紹介しました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。